みんなおはよう。夜だけどおはよう。すわ、しわすだよ。俺仕事を12月に辞めるって言ってたじゃないですか。あれ、ちょっと変更します。来年の3月まで、やっぱ仕事、今の仕事、やってる仕事は続けます。で、その理由がですね、とりあえずここ最近出費が多すぎて、かなり金銭的に、ギリギリっていうか、ほぼマイナスな状態で生活してるんで、ちょっとさすがに、12月に仕事辞めちゃうのは、もうあと給料日1、2、ね、2、3回しかないから、たった2、3回の給料で体制立て直すのはちょっと無理っぽいなって思ってやっぱ続けることにしたと、あともう一つ、来年の4月か、3月、4月、あれ、ここのアパートの更新なんですよ。2年契約なんで。で、その更新するにあたって、その仕事、どこで働いてるかとか、年収の証明とか、そういうのが必要なんですよ。言わなきゃいけないっていうね。で、言うにあたって、今10年ぐらい勤めてる場所、職場に、まだ所属してた方が安全だなと思って、で、ちゃんとその12月まできっちり働いて、で、年明けてから、あれですよ、源泉徴収票っていう、1年間でどれだけ稼いだかみたいな、その証明書をちゃんと発行してもらう。それを見せた方が、しん、あの、審査、その更新の審査通りやすいなと思って、やっぱ仕事辞めちゃうと、ね、まあ、要は不利になっちゃうわけだから、不利になっちゃうとね、どこにね、何してお金稼いでんのって怪しい人になっちゃうから、そうすると、その審査が通りにくくなって、面倒なことになっちゃうんで、とりあえず3月までは働くことにしました。入居審査通りやすくっていう感じで。だね。でね、今朝ね、今月分のクレジットの明細のお知らせ来たんだけど、なんと5万7千円でした。先月がね、11万8千円で、で、それまだ、あれなんですよ。支払いできてないんですよ。で、その11万8千の支払いを、給料入ったら速攻で払うんだけど、そしたら、その給料のもう、3分の2、いや、それ以上かな。3分の2以上飛んじゃうんですよ。その11万8千円払うために。で、その後の5万7千ですよ。5万7千もちょっと払えるか微妙なんだよな。なんかもう、それ追われてる。最近、毎月毎月。支払いに追われててなんか嫌になってきちゃった、もう。でも、それで一つなんか、決断しました。ちょっとしばらくクレジットカードを使うのやめます。もうね、財布からクレジットカード抜いて、そのポイントカードとか診察券とか、そういうの入れてる袋にもうポイって突っ込みました。一番奥に。ちょっともうクレジットカードで生活するのやめます、ほんと。ガソリンぐらい。ガソリンだけ。ですね。もうなるべく現金で生活するようにします。なんか、割となんだろうな、割と貧乏でもなんとか生活なってた頃が、まだ、現金しか使ってなかったことだったんで、その時代に戻ろうかなと思って。で、その頃、食費月2万でなんとか頑張ってたもんな。今ちょっと2万だと厳しいけど、いや、もしかしたらまた2万に戻れるかもしれないしっていうね。まあそんな感じで、ちょっと今、寝起きでまだそんなに 頭がぼーっとしてるのと、それで、とにかく、不安定すぎて、うんこちんこーなー、師走だよ。ああ、こっち戻ってきてからも、まだまだ波乱万丈ですね。波乱万丈ってね。あ、でもね、いい報告もあってですね。つい、あの、今日、たった今、今日、たった今じゃねえ。つい今日ね、ちょうど、例の夏合宿で住んでた、2ヶ月だけ住んでた和室アパートの、お別れ、退去の立ち会いをしてきてですね。で、敷金がね、結構戻ってくるんですよ。8万円ぐらい。
8万持ってくんのか嬉しいなっていうね。それがちょっと救いですね。うん。あとは、その、ちょくちょく、振り込まれる、その YouTube の収益とか、サブスク、音楽配信、音楽アプリからの印税的な収入で、なんとか、その支払いを賄うみたいな感じですね。ギリギリかな、本当に。5万7千とかマジびっくりしたわ。まあでも、なんかその、今月そのクレジットカード止められてから、その一切クレジット使ってないんで、あれっすよ。ほぼ現金でしか、食費とかさ、使ってないから、来月の明細は、まだ6500円なんですよ。その6500円は、夏合宿の時に、冷蔵庫買った、セカンドストリートで冷蔵庫買ったんですけど、それの分割払いの3回目。その3回払いのうちの3回目の6500円で、やっとそれも終わるんで。今んとこ明細見るとそれしかないから、あ、なんかクレジットから離れるとこんなに安いんだと思って。うん、とにかく、やめます、クレジット。俺は、そうやってその、後払いで、まだ生活できるようなご身分じゃないっていうことが分かりました。反省。身の程、わきまえ。反省しますです。こんな肉。貧すればどんする。貧すればどんする。チクチク言葉。はあ、やはりな、成功への道は険しいよ。うん。なんかね、人の悩みって尽きないなぁと思って、一つの悩みが解決したらまた新しい悩みが出てくるっていう、なんかその悩みの器みたいなのがあって、その中の一つの悩みが解消されて出ていったら、で、その別の悩みがまた入ってくるみたいな。で、その悩みの器ってなんかこう、蓋できないんだなって。もう、なんだろうな。そう、蓋ができないから、その次々と別の悩みが入ってき、出ては入ってって、こう繰り返しちゃうんだなって。なんかね、おびき寄せられる害虫みたいに。うん。俺も、そのなんだろう。今でこそね、YouTube 収益化して、その、いくらかは稼いでるけど、なんでしょう。最初は登録者100人、100人が目標。で、次1000人が目標。次収益化が目標。投稿、動画視聴時間4000時間達成みたいなね。それで頑張ってて、やったー達成したーってこう、夢叶ったーみたいな、なってたけど、で、今度は収益化できたけど、月に1万円ぐらいしか稼げてない。あー、そんなんじゃ全然仕事辞められないじゃんっていう、今はその悩みが来てるんですよ。ねえ。これきっとさ、ほら、悩みが尽きないから、たとえ YouTube だけで生活できるようになったとしても、今度は別の悩みが絶対来てるんだろうなって、ね。思うよね。次の悩みなんだろうね。だって仕事辞めれて YouTube だけで生活できたらもう俺、多分欲しいもんなんもないもん。なんだろうね。何の悩みが出てくるんだろう。ちょっと、想像できないんですけど。まあそんな感じで、人の悩みは尽きねえと。まあ、YouTube、たとえ収益化達成しても、その後また地獄が待ってますよっていうお話です。それでもあなたは YouTube やりますか？好きなことで生きていきますか？こんな感じですよ。好きなことで生きるってね、ほんと。いつも悩みと不安と自分との戦いです。もう自分がどれだけ頑張れるか次第なので、すべてはそれにかかってるんで。そこでどれだけ、自分の体に鞭打って、ケツ叩いて、行動できるか、毎日、なんか新しいもん作れるか。で、それで結構自己嫌悪にもね、なりやすいし、本当にその自分と向き合う、その自分の管理とか、なんだろう、スケジュールじゃねえや。あと、体調管理もあるし、なんでしょうね。体調管理とか自分のそのルーティーンとか、全部自己責任なので、その、自分のいいところも悪いところも、全部ね、思い知ることになるんで。自分をね、嫌いにならないように、その、自由を、謳歌して、生きていく。それが好きなことで生きていくってことだと思います。でも、俺は、まあ、なんだかんだ、そんな人生でいいかなって、なんだかんだ、全部自分でコントロールできる方が、なんか、うん、気楽だしね。うん。飯だって、自分のタイミングで好きな時に食べれるし、
まあ貧乏だろうが何だろうが、なんだかんだ自由でいいですよ。うん。気楽。なので、頑張りまーす。絶対にやめないもん。やめないもん。だって、俺が自分でやりたくて始めたことだし、ね、仕事辞めたいし、全然くじけてないよ。辛いけど、くじけてない。全然その、変わってないし、その、その欲求、欲望とか夢とか、その目標とかね、全然変わってない。引き続き、俺は、うんげしょんげ、うんこちんこ、おっぱい、ちんちん、お尻、あなる。で、生きていくよ。だから、これからも、すわしわすを見守っててね。よろしくお願いします。ぷいー。じゃあね、またねー。またーにー。バイバーイ。チュル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 ポポポポポポ。